我こそが最強の武者である。弱すぎるから二人になりました。磨き上げた武芸は戦場で勝つための。負けすぎて二人になりました。敗北が意味するものは死なのである。ロジックは嫌だ。最初から決めさせろや。ガムシャラ世界のシーズン、二人で協力して頑張ります。この番組は2日連続のパチンコパチスロ実践、トータル獲得ポイントにより視聴者プレゼントである番組オリジナルクオカードの当選人数が変動する。1枚でも多くのプレゼントを届けるために頑張ります。そして実践ホールは埼玉県蓮田市にある北電子直営店ティアラ。状況は最高だがライバルも多い有料店。立ち回りの腕よりも入場抽選の際のくじ運が試される。これで、また今回もうの塾と夜行バトル回避してしまった。いや強いね。ほな次郎くん24歳誕生日おめでとう。ありがとうございます。あった、何が来る。おー100ゲーム乗りましたね。ラッキー100ゲーム乗りました。ありがとうございます。行ったー、復活したー。さあもう早い段階で当てよう。ノックアウトゾーン、ノックアウトゾーン、頑張りどころここやぞ。捕虜色変われ、捕虜色変われ。なんかすげえむずいですよねこの装填の ST。 下からはやや厚、やや厚くらいある。テンパット、テンパったらこっちのもんすから。ほらもうもろたわ、もろた、もろた。わー弱いかな。いたー、ありがとうございます。早い、12。よし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 、単発回避。このラウンドね、大事なラウンド。16じゃないと寒い。変わろう、16じゃないと寒い。寒いわ、寒い寒い。なんていうかもう一日仕事で打ち切って、でその後のペコペコでの美味しいちょっと上等のねお肉、むっちゃ美味しかったんですけどね。でめっちゃもっと食いたかったんですけど食えなかったっすよね。でもやっぱもうこの辺が年なんでしょうね。それが2日目に残る。で昨日なんか僕ビール瓶1本しか飲んでないんで、酔うはずはないんですけど、まあさ、なんか頭痛かったっすよね。もうちょっとね普段から健康的な生活せんとあかんやろうなって。特に僕なんか次郎君とお仕事一緒にする機会多いんで、何言うたら今日なんか3日連続目の3日目で、明日はねグリードっていう番組の収録なんで4日連続次郎君と一緒なんで、まあ結構ね次郎君と一緒に仕事する機会多いんですけど、まあその次郎を見てたらね体力の低下を痛感します。さあハーデステージレア子役飛行、残り30ゲーム引きたい。なんかはい、ラストゲーム、
はい、というわけで150ゲーム駆け抜け512枚でした。もったいねえなあ。いいよ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 。素晴らしい素晴らしい。これが一番好き。この当たり方一番好き。イエーイ。ならず柄です。8ゲーム。おっと、はいはい、熱い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 。あったあったあった、球当たった、はい、当たった当たった当たった。球を抜いてくださいしか言わへん。球を抜いてください。当たった、はい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 。あ、世話しない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 わ。いや7やろ。いやね、いやこれ大ちゃんは振り分けに嫌われないことなんで、大連ちゃんとかあんまないですからね、この台。だから振り分けに嫌われると少ししんどい。いかに2先発を引けるかというゲームなんでね。ホリオ変わってる。うわ、ボタンレインボーや。ボタンレインボーボタンレインボーボタンレインボー来た。ボタンレインボー、素晴らしい。こういうのが見たかった。ああ、いい例をぶち殺すのいい。己の飛行の位置を自在に変えていた究極王。しかし、エドクには死を越さねばならん。冥王の体はすでに崩壊するぜ。もう飛行は無敵だ。飛行はつかないと。蹴るだけということで大当たりです。24回転。諦めすぎたから。図柄は7位がいりません。7位がいりません。多いわと思ったら、ありがとうございます。いい音。なんかこの平行感覚すら狂ってしまいそうなぐらいの音。うわー、下皿のね、球で当たってほしいですね。持ち球で追加投手戦でいいように。お、激アツ。モード上がってたか。なんやろう、とりあえず行きましょう。うわ、当たる。あ、当たりでしたね。当たりましたね。167ゲーム多分中断リプレイの連打かな。まあ、ええわ。持ち球で当たりました。ちょっとね、ハーデスは僕あんまり詳しくないんで。ハーデスだってまあ全部なんですけどね。まあ、多分中断リプレイのあの連打で当たったんやとは思うんですけども。うわ、しかしいきなりやな。前兆っぽい流れあったんかな。詳しい人が見たら分かるんでしょうけどね。ケルベロス行きます。あ、また。30、はい、合計70ゲームでした。いきます。なんかいいんちゃいますかね。早い初当たり。
チャンスよ、チャンス、早い段階でね、こうやってチャンスもらえてる間にガツンと事故りたいモンスター。うわうわうわ、完成した完成した完成した、天寿の儀また当たってしもうた、弾入れとこ。ありがとうございます。はい、2戦。いや、なんかこのやっぱ60何パーってマジで行くとき行きますからね、絶妙。あ、そう、何を起こせず70ゲーム駆け抜け。もったいねえな。あ、ごめんなさい、飛ばしちゃいました。210枚ぐらいですね。まあほぼほぼね、まあ順蔵通り取れてんのがでかいっちゃでかいっす。うめー、レア子役は引けへんな。おっとおっと、リーチかかったらこっちのも。はい、モロタモロタ、でっかいの打ったらでっかいの。はい、でっかいの。はい、イエーイイエーイ、超イケイケ。はい、16カウント2000発。気ぃついたら SC 終わってた。まあでも時短でいけば問題ないんで、残り0で演出した。でも何かい、北斗武装やったらね、暑かったんすよ。ただまあ出ましたよ、1万発オーバー、1万1000何発なんで、まあ、表記そんだけあるんで1万発は持ってると、とりあえずはホッとしましたね。今のところはだから多分1500枚近くプラス。難しいな。お、4回目よっしゃ。はい、351ゲーム追加投資で総投資が14000で、ヒットです。いや、悪くないんちゃうかな、この台。ちょっとそろそろペルセポネぐらいが来てほしいですね。3度目の正直、3回目の AT なんで、ね、3度目の正直、事故らせたい。ワンちゃんケルベロス、仕方がない。
い、というわけで70ゲームいきます。何にも起こせんな、やっぱ。はい、というわけで80ゲーム213枚でした。いやー、全然チャンスを生かせへんな。おい緑、全然ある、全然ある。いや、熱々熱々熱々、いいよ、全然ある。緑がどうこうじゃない、保留変化したら熱いっすよ。黒か、まあ黒よね。赤星になったよ。金だね、金だね、金になれ。金ならんか。強敵ゾーンって書いてた、なんか3文字ぐらいに見えた。KO ビジョン。かっこいいよな。赤文字来い、赤文字。うわー、ちょっとな、緑保留の甘いみたいなのが出とる。あかんてもう、ちょっと弱いな。うわ、引けや。うわ、当たった。なんかいろいろ物足りひん感あったけど当たった。早いよ早いよ、137抜けてすぐ。さあ頼むぞ。もう全然やる気ない、全然やる気ない。さあよー、はい、ないか。ラッシュ行かず。なんでこんなハマんねん。エルゾーンも行かずか。あ、雷4回当たった、よかった。はい、819ゲーム総投資37本。あー、よかった。うー、
ちょっとマジちょっとまともな AT になってほしいです。ペルセポネ、ケルベロス、よし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 、30、いや30でも十分ありがたい。おーしょ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 、50ゲーム、ごっついごっついごっつい、 OKOK、 OK、OK、120ゲームスタート、ラッキーでした、いきます。このもらったね、ラッキーで 手元に転がり込んできた、120ゲームでなんとかせな。はい、というわけで130ゲーム319枚でした。いやーもうきついな、こっち強いな、バー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 って感じ、なんかマハロまでバーバーバーって感じ。そうだ、もらいました。なんかもう時間がなくて、やめるとおっしゃってるゴージャグの限りなく6に近いやつ、いただいたんで、もうちょっとあのハーデス、もう僕も限界やと思うんで。これ2回で連続いきそう、いった、さっきより強いぞ、マックスいったよ、マックス、かっこいい、ケンシロウ出てこい、ケンシロウ、赤文字発展する、発展先どこ、なんか久々な気しますね、発展するの。微妙なやつや、色、あじゃないとね、最低でも、あー甘い甘い甘い、これが僕と信じて、さあ復活は、ないか、だいぶイカれた、さだいぶ行かれた、あんだけあったのに、残り時間的にもうパチンコしかないわけですよ。
ああ、すいません。はい、というわけで最後は AKB に移ってまいりました。時間がないので、でも相手のもこれぐらいなんで、これいきます。決して大好きやから最後に打ってるわけじゃございません。そんなに弱くない、多分マタドールはあれやと思うんすよ。全部4とか5とか6とかやと思うんすよ。でまあ弱いないっすけど、その中で4はあるんじゃないかということで、残り時間これ分回します。はい、蒼天の剣の出玉が6421玉。はい、今のところは少しプラス、これであとはパチスロでまた取る、最後まで頑張りたいと思います。よいしょー、うわーびっくりした、326。総投資が13,500円。はい、というわけで、本日の実戦終了いたします。ありがとうございました。というわけで2日間激闘を重ねてきたわけなんですが、ここらにてタイムアップということで、またドル1回しか相変わらずことできなかったんですけど、またこの雪辱はね、来月以降にでも果たしてやろうかなと思います。それではエンディングです。お疲れ様でした。はい、2日目の実戦終了いたしました。はい、長い長い2日間の実戦が終了いたしましたね。はい、疲れたね。疲れましたね。いやーもう無理やわっていうとこまで来た。来た、もう満身創痍。俺もや、財布の中身がな、困んのは2人ともやからな。そんななんかあの当てつきみたいな感じで言われても困るし。じゃあお前に当てつけてないねん。じゃない、うん、俺はティアラに対して文句を言ってんの。20時間ぐらいお世話になったこの48時間ぐらいのうちで20時間ぐらいここにいるわけですよ。そんなお店に対して文句だなんて。じゃあほんまになんでやろうな、2日目。俺ね、もう聞いてびっくりですよ。俺も何が起きてたか分からへん。はい、気がついたら5万円なくなってました。総投資が5万円ですか。5万円ですね。で回収が174枚です。結局、はい、16.5 投資かな。おお、抑えましたね。はい、6000何玉なんで。あ、買ってるやん。一応まあプラスはプラス。え、ちょっと待って、俺じゃなくて黒バラの子らやったらよかったのにとかって今思ってへん。いや、それの方が確かに多分年間の収支的にはだいぶ変わってくる。いや、それの方がとかって言わんといてくれ。いや、これがむしゃらやから。あ、うん、お邪魔してる側やったっけ。お邪魔とかじゃなくて、じゃあお邪魔とかじゃなくてサブやったっけ。いや、じゃあそれの方がとか言うなよ。、うん、思ってても。そうやな、口に出すなよ。がむしゃらはがむしゃらやと、うん、でもっと言うたらそんな表情に出すなよ。、うん、でも俺もともと黒バラにいたからやれることはやれんねん。まあでもね、今日俺ほんまに申し訳ないですけど、あのまあどういう編集をサメさんがやってるかも しれんけど、俺見せ場2つしかなかったから。俺あれなんよ、はい、唯一1個今日は見せ場が。はい、え、買ってんのに1個しかないかったというか、うん、まあ一撃出たのをちょっと伸ばし伸ばし頑張った。争点ではバーンって出て、たまにたまにこうお前が、はい、カメラに向かってなんか喜んでるやつリプレイみたいなんで流してもらったりとかね。荷物の整理してたんですよ。ちょっとあの申し訳ないですけど。おい、あのこれでもあれじゃないですか、あの終電があるじゃないですか僕ら。おい。ちょっと待て、俺5万負けてお前に迷惑かけたよ。うん、それは俺ちょっと怒った。怒った怒った。戦い続ける番組やろ。あ、分かってる分かってるけれども、じゃあ俺は荷物全部捨てて帰んのか。それも捨ててない捨ててまえ、それを。おー、捨ててまえ、そんなもん。飛び吉さんみたいに捨ててまえ。俺は捨ててへんわ。やめろやほんまね。どういうことですか。お前賢なったな。そうやって返し方が。いやほんまね、ずるいこと言うてね。まあ、二人とも捨ててないんでご安心くださいね。ちゃんとお願いします。ありがとうございました。はい、グダグダのエンディングでしたけど、次回のガムシャラ予告編お願いします。次回はなんとあの機種を。ということで皆さんまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。視聴者プレゼントの応募方法はジャンバリアットマークジャンバリドット TV 宛てにガムシャラプレゼント係とご名義の上、お名前、ご住所、電話番号、番組のご感想を添えてメールでご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。